は小橋の同期のタッグ、菊池剛。目指します。ホンダタモン。オンツアー全戦出場、小橋健太。中コーナー、バーニングの3人がコーナーの前に立ちました。シャイニーナビゲーション08の開幕戦。後楽園ホール、まずは青コーナー3人が行った。秋山力を志賀が仕掛けていきました。秋山いきなり小橋でエクスプロイダー。今ゴングが鳴った。そして2位を見、いきなり瞬殺か、瞬殺か、危ない。